投資信託で生きていきたいのですが、無理です。元手のお金いくらあれば、生涯年収3、4億円になり得ますか？投資信託で、まあ、いいやつで 2% ぐらい利回りあるかと思うんで、そうすると多分、生涯年収3億円もらうためには600億円ぐらい必要なんですよね。で、600億円あったとしたら、多分、投資信託で生きていかないとか言いません。大体ね、まあ、1億ぐらいから声かかるかもしれないですけどね、5億ぐらいになると、証券会社が直接コンタクトを取ってくるんですよ。要は投資信託って、投資信託屋さんが、俺こういう投資信託やってるから、お前ら買えよって言って、一般市民が、これ投資信託買いたいんですけどって行くじゃないですか。じゃなくて、証券会社が連絡してきて、こういう商品あるんですけど、いかがですかみたいなのをお勧めしてくるんですよ。前にこの話したかもしれないですけど、僕その特定の会社の株を買おうと思ったことがあって、その時5000万円ぐらい買おうと思ったのかな。で、5000万円分の株を買おうとすると、普通の場合って5000万円払っても5000万円分の株しか買えないじゃないですか。当然ね。で、その後証券手数料取られるんですよ。で、仕組み債っていうのがあって、証券会社で5000万円分の株を買いますって言った時点で、僕4900万円で Google の株が買えるんですよ。要は100万円分安く買えるんですよ。その代わり、現物を渡されるのが1ヶ月後なんですよ。なので、普通に5000万円の株っていうのを5000万円で買うのが当然で、で、証券手数料とかかかってもちろんかかるんだけど、その仕組み債の場合って、100万円安く買えるんですよ、Google の株が。で、それで買うと、証券手数料もかかんないし、100万円株が安く買えるんですよ。ただし、引き渡しが1ヶ月後になるので、株価がめちゃめちゃ上がった場合とかは、利益が取れなくなるんですよ。要は、この日の時点で、今日の時点で現物5000万円分もらってて、1ヶ月後に株価上がってたら、株価上がってた分の得があるじゃないですか。でも1ヶ月後に5000万円分の株が渡されるだけなんですよ。これで説明わかる？で、なんでそれをやるかっていうと、僕は Google の株を買いたいと思いました。売る気はありません。売る気はなくて Google の株を買いたいと思ってます。買えるんだったら安い値段で買いたい。なので100万円安く買えるんだったら100万円安く買いますよと。で、売る気はないので、株がどう動こうと別に関係ないから買いますっていうのが僕のモチベーションなんですよ。なので単に買おうと思った株は100万円安く買えるっていう買い方として僕はその仕組み債を使ったんですよ。で、その仕組み債って普通に証券会社に行ってそれ買いたいですって言ってもやってくれないんですよ。その仕組み債のようなものっていうのをその証券会社が作って、例えばじゃあ Google の株を 10% 安く買う仕組み債っていうのを組むから、これに投資した人はいはいって言って手を挙げてっていう感じで、その元々プロジェクトとして立ち上がったのに参加するっていうのであれば参加できるかもしれないですけど、誰も買おうとしてない株の場合って自分自身がプロジェクトをスタートさせなきゃいけないので、それってやらせてもらえないんですよ、お金ないと。でもお金があるとそれやらせてもらえるんですよ、証券会社と話をして、っていうその仕組み債とかがあるので、普通に株を買うよりも利益率が高く株を買うことができるんですよ。なのでその投資信託みたいなその一般市民が買えるものを買わなくて、本当に株で儲けたいんだったら一般市民が買えない株の形で買ったりできるんですよね。あとその証券会社にお金いっぱい突っ込んどくと新規公開株の紹介も来るんですよ。オンライン証券とかでそのなんか新規公開株の抽選とかっていうのでボタンみんな押してると思うんですけど、その新規公開株って基本的には9割以上得するんですよ。まあ新規公開になった途端に株価が下がるっていうのはほとんどないんですよね。まあたまにあるんですけど、基本的にはその上場する時っていうのは株価が上がってみんなが買うから上場させるっていうので証券会社とかがいろいろ仕組みを作るんですけど、なのでその新規公開の割当ての株っていうのはほぼ必ず得するんですよ。で、その株ってじゃあ誰に売るのっていうので抽選でやってるように見えるんですけど、実際はお金持ってる証券会社が仲良くしたい顧客に配られます。なので僕その証券会社に結構お金突っ込んだ頃って電話が来て、その今度こういう新規公開あるんですけどやりますって言われて、あ、やりますやりますって言うと、その勝手にその金額分引き落とされて、で勝手にその新規公開の株が手に入ってて、で上場した日に売るとなんか10万とか100万とか得するみたいな、で、あ、前回ありがとうございましたみたいなのでってなったりするんですよ。なのでそのお金持ちになると一般の人とは違うお金の稼ぎ方が発生するんですよ。なので投資信託で儲けようっていうのはあんまり金持ちがやることではないと思いますよ。20代後半風俗嬢です。月給200万、貯金2500万、無能なので4000万まで貯めたら投資信託の配当金で生活、自分に合う職を探すプランは現実的ですか？いいえ。
まず投資信託を買う時点で騙されてると思います。投資信託って、信託手数料で預けた額の 1.5% とか取られたりするんですよね。なので、まあ、すげえ優秀な投資信託だと 3% 稼いで 1.5% 持ってくとかになるんですけど、無能な投資信託だと赤字を出してさらに投資の信託手数料を取ったりするんですよ。2年前か去年か忘れたんですけど、銀行が投資信託の販売ができるようになって、で、銀行がおすすめしてる投資信託って全部赤字だったんですよ。要はその銀行にどんな投資信託買ったらいいのって言うと、あ、これおすすめですって言われるやつは、どれを買ってもみんな損したっていう、99% 銀行が勧める投資信託が損をするっていう結果になったんですよ。っていうぐらいあって、投資信託ってマジで信用ならないんで、普通にインデックスファンドだったりとかを、で、インデックスファンド買うとノーロードって言われて手数料ほぼゼロみたいなのがあるんで、そういうのの方がよっぽど安全だと思います。はい。現在22歳です。投資信託をするか自分で株をするか迷っています。あとやるとしたら FX と株どちらがいいですか？まず投資信託を買うぐらいだったらやらない方がいいです。投資信託って、まあ、どっかの会社の人が株を買うのにお金を預けるっていうのなので、基本的にその自分のじゃあどういう株を買うべきかとか、じゃあ世の中の経済ってどう動くよねっていう、その勉強する方向に行かないんですよね。なんとなくじゃあグリーンファンドみたいなので、なんかエコ系に投資しますみたいなのがあっても、実際問題じゃあ本当に自分がいいと思うエコと、いやいや、これエコちゃうでしょ。太陽光発電とか実際エコじゃないじゃんみたいなのでも、投資されちゃったりするんですよね。で、あと、投資信託って実は何の株買ってるかって調べるとわかるんですよ。なので、もし投資信託、まあ、暇で投資信託を買いたいと思うんだったら、投資信託の資料を取り寄せて、その信託が何の株を買ってるか見てみてください。で、まあ、もちろん半年前のデータとかなんで、現時点では多少株の入れ替えはあるんですけど、なんだかんだ言って投資信託ってそんなに株入れ替えないんですよ。だいたい8割ぐらい同じものを持ち続けるんで、なので、あ、こういう傾向なのね、みたいな勉強になったりするので、なので22歳だとそんなに大きなお金を持ってるわけではないと思うので、将来のお金を稼ぐとかじゃなくて、その社会のとか経済を知るっていうために買った方がいいんじゃないかなと思います。40代独身女です。おじが亡くなり、ひょんなことから一人で2300万円を相続しました。FP さんに相談して投資信託を2銘柄買いました。今はものすごく下がっていますが、あと20年放置しようと思ってます。住宅ローンも2000万ほどありますが、まずは増やすことを考えたいので、仕事を退職した年に一気に買いそうと思ってます。合ってますか？いいえ、ファイナンシャルプランナーの人に相談して時点で間違いだと思います。まず僕だとしたら、まずその住宅ローン2000万円を先に返します。住宅ローンって利子かかるんですよね。で、物が分かってそうな人の言うパターンが、住宅ローンの利息というのはそこまで高くないので、2000万円があるんだったら、それを投資に回した方が利率が高いので結果得しますよ、みたいなことを言う人がいるんですよ。で、100% 株で勝てる人はあまりいなくて、で、多分そのファイナンシャルプランの時にもこの投資信託上がるんですよって買ったんだと思うんですけど、結果下がったじゃないですか。その、ローチして自由なお金は自由なお金で投資にした方が利回りが高いのでは、理論上うまくいった場合はそうかもしれないんですけど、株はうまくいかない場合というのも想定するべきなんですよ。要はみんながみんな株で得するんだったら、世の中って株で失敗する人いないじゃないですか。まあ、株で得する人もいるんですけど、多くの人が株や損はするんですよ。なので残念ながら必ず得するもんじゃないですよ、株って。というのがあるので、2000万円はとりあえず住宅ローンの返済に終わらせて、で、借金が全くない状態で初めてじゃあインデックスファンドを買うとかで、あと投資信託は僕は買わないと思います。まあインデックスファンドもある種投資信託ですけどね。まあどういう投資信託買わされたのかわかんないですけど、ノーロードの手数料のかかんないやつを買うと思います。で、ファイナンシャルプランナーって、まあいい人と悪い人がいるんですけど、まず悪い投資ファイナンシャルプランナーの見つけた方は投資信託を進めるやつ。ファイナンシャルプランナーって、まあ、基本的にはその一般市民の相談に乗るんですけど、その一般市民の相談に乗ったとして、お金はそんなにもらえないんですよ。で、どういう時にじゃあファイナンシャルプランナーで得するのっていうと、自分の客に投資信託を買わせた時なんですよ。もしくは生命保険を買わせた時。ではその投資信託を売る代理店のと繋いだりとか、代理店の登録をしてたりとか、生命保険とかも生命保険と繋いだりとか、生命保険の代理店の資格を持ってたりとかで、いやいや人生生命保険入った方がいいんですよ。で、このなんかなんとか生命の生命保険が一番あなたにとってベストだと思うんですよ。じゃあ申し込みませんかって言って申し込んで、申し込んだ金額の何パーセントか懐に入るとかな、これ投資信託買った方がいいですよ。だって何も考えないでほっとくだけでお金が増えるんですから、株って上がったり下がったりするのを自分で考え
えて売り買いとかしなきゃいけないから大変なんですよ。なので投資信託にしませんかっていうので、じゃあ投資信託1000万円申し込みますっていうと、その何割かがそのファイナンシャルプランナーに行くみたいな、あの悪いファイナンシャルプランナーっていうのが残念ながらいるんですよ。なので投資信託とか生命保険進めるやつというのは基本的に悪いやつだと思った方がいいんじゃないかなと思います。大学1年生です。借りるタイプの奨学金を受けていますが、学費以上の額を貸与しているので月5万円ほど、年間60万以上お金があります。あまりますでに貯金が8万円ほどあります。どのように使えばいいでしょうか。この人はアホかな。まあ、無利子で借りるんならいいんだけど、それ貯金じゃないよ、借りてるんだから。あのさ、要は、その、必要以上の額を借りたら、その利子は返さなきゃいけないんだよ。無利子なら全然いいんだけど、有利子でお金借りてるのは、それ、溜まってるんじゃなくて、それは借金がそれだけ増えてて、利子払う量増えてるんですよ。お金溜まってません。で、まあ、利子が何パーか知らないけど、その利子を超えるぐらい、その株式投資とか、その投資信託とかで儲けられるんならいいんですけど、そうじゃないんだったら、さっさと返済した方がいいですよ。ひろゆきさんが長期保有予定の投資信託を教えてください。投資信託は僕ほとんど買ってないです。投資信託って、まあ、インデックスファンドだけ買ってますね。インデックスファンドっていうのがあって、その、例えば日経株価である、日経平均ってあるじゃないですか。日本で上場してる会社のある程度のところの、株価を調べて、で、その日本全体の株価が上がるか下がるかっていうので日経平均っていうのがあるんですけど、で、それに連動してるファンドとかっていうのがあって、その場合って要は日本全体の景気が良くなると日経平均は上がるんですよ。なので日経平均に連動してインデックスファンドって日本が良くなると投資信託としての結果が良くなってお金が儲かるっていう。でそんな感じでそのアメリカのインデックスファンドとか日経のインデックスファンドっていうのがあるんですけど、っていうタイプの投資信託は買ってるんですけど、他の投資信託って要はそのインデックスファンドって自動的に要はあのどういう株を買ったら日経平均と同じような株価と連動するかっていうのがあって、ファンドマネージャーの人が考えて物を買ったりとかするわけじゃなくて自動的に買ってくれるんですよ。なので信託手数料めちゃくちゃ安いんですよ。投資信託って信託手数料っていうのがあって、預けてるお金の 1% を手数料で取りますみたいなのがあるんですけど、それって投資信託が何の株を買ってるかって、資料として公開されてるので、それを見て自分も同じ株買えば、実は同じことができるんですよ。で、そうすると信託手数料の 1% とかかかんないので、で、その僕が言ったインデックスファンドってやつは信託手数料めちゃくちゃ安いんですよ。機械的に買うだけで、その頭のいい人の人件費とか必要ないので。なので、インデックスファンドでは投資信託として買ってますけど、頭のいい人が運用するタイプの投資信託っていうのは僕はほとんど買ってないです。はい、基本的にそのお金があるところがどれだけ有利かっていうのをあまり分かってない人多いんですよね。投資の話とかってちょっと前ちょこちょこ出たと思うんですけど、庶民って投資をするだけ損なんですよね。例えばじゃあ、100万円しか持ってませんっていう人が、じゃあすげえ頑張っていろいろ調べて、じゃあその金融商品買いました。利回り 3% です。100万円投資して儲けたの3万円じゃないですか。1億円持ってる人って同じものに投資したら300万円入るんですよ。要は、その人が一生懸命考えた結果で、その全財産100万円払ったリスクで手に入るのがたった3万円なんですよ。でも、じゃあ10億円持ってる人とか、じゃあこれ1億払うわ、つって、返ってくるのは300万円なんですよ。なので、金持ちだけ得をする社会なんですよ。ちなみに、3% って金持ちが買うと 5% くらいになります。要は利率のいいものっていうのを、じゃあ、一気にまとめ買いするから安くしろよっていうのは、金持ちは交渉ができるんですよ。いや、例えばマンションとかって、売りに出るときって、ペントハウスとかって、売りに出てなかったりするんですよね。で、中層階ぐらいとかを、庶民の人たちが一生懸命買うんですけど、大体マンションって新築で買うと3割損するんですよ。買った瞬間に、中古になるから。ただ、ペントハウスだけは、買った価格より上がる可能性があるんですよ。ペントハウスって屋上の一番高いとこね。で、ただそれは金持ちにしか売ってくれません。だって金持ちにさ、ペントハウス売ったら、また別のマンション買ってくれるかもしれないじゃん。でも庶民って一生に一度の買い物だから、一回マンション買ったらもう永遠に買わないわけじゃん。なので、
ペントハウスは売るんだったら金持ちに売りたいと。で、もう一つのパターンが、千代田区の区長だったと思うんだけど、買った瞬間に値上がりするようなところを売るっていうのは不動産屋やるんですよ。でもそういうのも庶民は買えなくて、やっぱりその千代田区の区長みたいな力のある人に回ってくる物件なんですよ。なので、その投資とかで儲けたいっていうのは基本的に金持ちがやることで、貧乏な人って投資ってやるだけ時間の無駄でリスクもあるんで損するだけなんですよね。100万円のリスクがあるのに3万円ですごいって言ってるやついて笑う。そうなんですよね。お金1億円持ってる人が100万投資して損しても、いや、損しちゃったって済むんだけど、100万円しかない人が、例えばじゃあ30歳で20歳から10年間働いて貯めた100万円が一瞬で飛ぶわけじゃないですか。なので、お金のない人は投資とか考えない方がいいと思うんですよね。30歳都内システムエンジニア、年収1000万、貯金200万、毎年300万ほどくらいは貯金できてます。自分や子供のためにあと5年くらいで自由に使える資産を 0.5 から1億くらいまで増やしたいと思ってます。無理です。どんな手段が良いかアドバイスをいただけないでしょうか。米国株でコツコツリスクの大きいオプション取引なのを考えました。転職での給料アップは期待できなそうです。まず無理なものは無理だと自覚した方がいいんじゃないかなと思いますけども、結局その投資でそんなに儲けられるんだったら世界中金持ちだらけですよ。で、要はその投資で儲けた人もいます。でも投資で儲けられなかった人の方が多いです。で、一番その資産を増やしやすいのは普通のその資産が今のところ貯金200万円ぐらいの人であれば働いた方が簡単に増えます。資産が1000万とか1億とかの大台に乗るのであれば、じゃあ資産が資産を生んでっていうのでいけるんですけど、その株の才能がないとすると、その株の才能のある人と戦わなきゃいけないので、そうするとその株の才能のある人って、例えばじゃあその株で儲けてますって人だったら専業で株やってるわけですよ。なのでその株式のニュースとかも毎日見てるし、そのずっとその性能のいいパソコンの前にしがみついて、バチバチクリックをしてるわけですよ。でも仕事をしながら片手まで株を買ってるだと買うタイミングや売るタイミングがずれるわけじゃないですか。なので専門の人ほどの要は戦いもできないし情報量も少ないので勝ちようがないんですよね。なのでそれでももうなんか5000万から1億が5年ぐらいで手に入るほど世の中楽だったら世の中金持ちだらけです。なのでまずそういうことはできないので地道にお金を貯めるっていうのをきちんと考えた方がいいんじゃないかなと思います。2000払った上でそれ言うのは何かとってなると思うんですけど、多分その考え方をすると儲けられるなんかじゃあ学校ですとか株で儲けるための情報商材みたいなどうでもいいものにお金を払って余計損しちゃうと思うんですよ。でもね、基本的には資産が増えるっていうのは資産のある人たちがやることであって、たかたか貯金200万円ぐらいの人が資産増えるような状況に世界中がなるはずがありません。だってさ、例えばじゃあ200万の人が5000万円になるようなその方法論があるとしたらさ、金持ちが全部買い占めて終わりますよ。要はその新規公開株っていうのがあるんですよ。これから上場しますっていう会社って基本的には株価が上がるんですよ。なので、公開前に株を買って、公開した後に売るってやると、すげえ儲かるので、その新規公開の株っていうのはみんなが買いたがるんですよ。じゃあ、新規公開株誰が買いますかっていうと、証券会社が抽選で決めるということになってるんですけど、実際抽選なんかするわけないんですよ。要は口座を持ってる誰だかわかんない貧乏人に渡すより、じゃあ口座に10億円入ってる人に、新規公開株これあるんで、ちょっとどうすかって言って、あ、マジで、あ、ありがとうって言って、その10億円の資産を、その証券会社で回し続けてもらった方がいいわけじゃないですか。なので、金持ちに新規公開株は回ってくるんですよ。っていうので、僕も昔証券会社に1億円ぐらい入れたことがあるんですけど、そうすると今度これ新規公開あるんですけどどうすかって電話が来て、じゃあお願いしますって言うと、なんかいつの間にか買ってることになって、なんかいつの間にか新規公開の株が自分の口座に入ってるっていう状態になるんですよ。で、僕、ズボラなので、新規公開の株を売ることを忘れるっていうことが結構あって、その新規公開の瞬間は上がったんだけど、ほっといた半年の間に株価下がってるみたいなのもあるんですけど、まあそれは置いといて、っていうのがあるんですけど、っていう感じで、お金持ってる人ほどのところにそういういい話は来るんですけど、お金のない人のところにはそんな話は来ません。なので、そこら辺の現実は見極めた方がいいんじゃないかなと思います。